んにちは、増渕幸代です。茨城ペロリセカンドシーズン、私は茨城県水戸市にやってまいりました。今回はラーメン富次郎堀町店さんにやってきています。そして今回食べるグルメはこちらです。来ました、ご覧ください。待って、このチャーシュー、これはもうボルテージマックスですよ。では早速いただきます。見て、この上品なチャーシューを身にまとったラーメン様、セガムラ、いただきます。おいしすぎる。めちゃくちゃこう口に入れるとガツンってくるんですけど、チャーシュー柔らかすぎてね、ちょっと3噛みぐらいで口の中でなくなっちゃった。麺を引っ張り出したいんだけどね、全然出てこないの。麺来たよ、全然取れない。ちょっと、麺美味しい。あのね、スープ自体はすごくまろやかで、全然トゲがない醤油なんで全部飲み干せちゃう。とりあえず野菜を片付けないとこれ麺にいけないんだ。あー、背脂超うまい。あー、背脂もっと欲しいな。ありがとうございます。うわー、じゃん、なんでしょうこれ。背脂です。うまい。背脂をこんな食べ方したことない。これはもうちょっとスープが出てきたら上からかけます。そろそろチャーシューが沈めるぐらいの量になってきましたから、インしましょう。この私が今食べてる野菜は無料のトッピングで、マシマシと頼めば皆さんも食べれるんですよ。スープにインしたチャーシューが、じゃーん、いい具合に、いやー、見て、湯気をまとってあら美人。口に入れた瞬間に踊ってるようですよ。そろそろ麺が出てくる頃なので、殿下の方と天地返しを。いただきます。おいしい。この麺なんと自家製麺だそうです。この麺がなんと無料で 500g まで増量できるということで、大食いに優しい。こちらお店から差し入れでお茶をいただいたので、はい、そしてまたラーメンをガツガツ食べるというね、お楽しみの背脂タイム、イエーイ、すごい。ご覧ください、背脂の海です。背脂はね、何にでも合いますからね。全体をまろやかにしてくれますから。はい、チャーシューオン背脂、油感が増す。もうね、麺はほぼ食べ終わりました。そしてお楽しみの、かなりスープに浸したチャーシューです。また最高に柔らかくなって二度楽しめますね。あの、上に乗ってる時はチャーシューのなんていうんだ、香ばしさというか、それを楽しんで、このスープに浸したチャーシューちゃんは柔らかさ、まろやかさを楽しむというね、二段階チャーシューです。それではこちら最後の一口いただきます。はい、ペロリ、美味しかったです。もうね、背脂をね、大量に摂取したのでツヤツヤになりました。そして何よりあのチャーシューが
本当に美味しくてですね、まだ食べ足りないなっていう感想ですね。これはまたちょっと個人的にマシ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 ぐらいを食べに行きたいと思います。ということで、ごちそうさまでした。